行くわよ。曇り空の下、東京レース場、芝2000、レジェンドレース。18人の馬娘たちが挑みます。下克上は起こりうるのか。マルゼンスキー、注目株の馬娘だ。さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。エイシングフラッシュ、各馬娘、ゲートに入って体勢整いました。さあ、ゲートが開いた。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマルゼンスキー、当選上段。8番、期待通りの結果を出せるか。1番人気、エイシングフラッシュ。マルゼンスキー、快調に飛ばして行きます。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは8番、1馬身差、当選上段。さらには18番、2コーナー回って向こう正面。さあ、花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は8番、外を回ります。18番、当選上段。並んでくる、すぐに続いて3番、1馬身離れて11番、1番、並びかけてきた。1馬身離れて2番、そしてその後方には6番、外から外から動くか。エイシングフラッシュ、ここにいた。それを見るように9番、内をついて5番、少し後ろから7番、少し離れて12番、さらに外16番、後方2番手に17番、そして最後方10番、マルゼンスキー。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マルゼンスキー、彼女の客室には合っていますね。先頭マルゼンスキー、レースはよどみなく進んでいます。大欅を越え4コーナーへ。さあ、かっ飛ばすわよ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。エイジングフラッシュ、まだ抑えたままだ。気持ちよく逃げている。マルゼンスキー、まだ差がある。ここから先行を捉える子は出てくるのか。マルゼンスキー、花を進む。最終コーナー、最初に立ち上がったのはマルゼンスキー。マルゼンスキー、速い速い、もはや独走状態。栄光まで400。マルゼンスキー、先行はマルゼンスキー。これは強い。マルゼンスキー、突き放せ。200を通過、余裕の走りだ。後ろをぐんぐん突き放して、これはセーフティーリード。マルゼンスキー、足は衰えない。マルゼンスキー、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。マルゼンスキー、見事に完勝。レジェンドレースを制しました。2着にはエイシングフラッシュ、3着に入ったのは当選上段。